あらら、こちら速報です。篠塚たつき選手が日本に根付かせようと思っていた、アメリカでも俺は活躍するぜと意気込んでいたアメリカでのベアナックルの試合、どうやらなくなってしまったようです。向こうの公式ホームページより消滅していると。なんか海外の人にそれでなくなったのと聞いたところ、はい、対戦相手の怪我でと返ってきているので、どうやら向こうで聞いてそれなので篠塚たつき選手の怪我で消滅したっぽいですね。でもこれはスーパーライジンでのカードじゃないですよね。アメリカでのカードですが、まあベアナックルはね、練習も危険だし、その方法もまだ確立されてないし、こういうこと多そうですね。篠塚選手、今人気ファイターへの道のり辿っていってたんですが、残念な結果に、まだ正式発表ではないんですがなってしまったようです。これは本来であれば7月12日に実現するカードでした。